今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回は昨年発売された100均キャンプギアの中で十分に検証できていなかったアイテムについて、特に今年のキャンプシーズンには活用したいと私が思っているものを改めて調べてレビューします。そうした100均キャンプギアが複数あるのですが、その中で今回は私が最も気になっているキャンドゥのタープをご紹介します。最初に申し上げておきますが、この動画は以下のような方を対象に制作しました。まず超軽量コンパクトな装備でソルキャンサイズの日陰や雨よけを作りたい方、キャンプの準備や片付けが面倒だと感じる方、年に数回程度しか使わないものにお金をかけたくない方、まだタープを持ってない初心者の方、ちょっと試してみたいなといった方、逆に超ベテランで最低限のアイテムがあれば、あとは現地で工夫して何とかできるノウハウや経験値をお持ちのベテランキャンパーの方、はい、そういったところです。特に最後の2社は真逆ですが、そういう方に見てもらいたいと思って撮影編集してみました。では最初に商品説明を確認していこうと思います。キャンドゥで税込み550円のミニタープ。200×150cm ということで、ブルーシートでよくある180ではないので注意が必要ですが、正方形ではなく長方形なので、これはこれで便利な側面があります。後ほど説明します。サイズは小型ですので、テントやハンモックの上に大きく広げるといった使い方はできませんので、あくまでも自分用の日陰、雨よけを作るということになります。1本 195cm の自在ロープが4本ついてますが、195cm ということで決して長くはないので、別途100均のロープを買った方がいいと思います。裏面にはロープの留め方等が書いてまして、材質はポリエステルとポリプロピレン、発売元は株式会社ミツキとなってます。撥水性や防水性、あと重さが書いてないので、それはこちらで確認していこうと思います。ジャンコードはこのようになってます。ではここからは実際に開封しながら内容を確認していこうと思います。これ映像だけ先に撮って、後で声をアフレコで合わせてるので、少しタイミングが合わず聞きづらい点があるかと思いますが、どうかご了承ください。入ってるロープはですね、このような綿ではなくてナイロン製ですね。で、自在金具がついてまして、これはこれで便利です。簡単に長さを調整することができるので、別途買う必要がありません。で、このシートはですね、とても肌触りがいい感じのツルツル。で、ここのですね、ハトメの部分ですね。これがですね、結構私気になってた部分なんですけど、よくですね、以前ブルーシートでハトメをつけて、タープのように使ってたんですが、どうしてもですね、風が強かったりすると、このハトメの周辺のビニールが破けて、ダメになってしまうんですね。だからここはちょっと慎重に確認したいんですが、とても頑丈でした。思った以上に強いです。で、シート自体はですね、指が少し透けて見えるような感じで、かなりペラペラですね。だからまあパッと見た感じ、本当に日陰がきちんと作れるのかなと、濃い日陰ができないと結局ですね、あまり意味がありませんので、そこはね、実践で確かめてみたいと思います。で、一番のポイント、この商品のですね、魅力はやっぱり軽量コンパクト。見ていただいた通り 200g を切ってます。なんと 199.0 となってますね。はい、ということで、ここが一番の魅力です。100均だから小さいだけという考え方も確かではあるんですが、ただ準備とか片付けでね、面倒だなと思う方なんかは、やっぱりこういう小さいね、手のひらに乗る 199g だと、そのもう手間はないに等しいですから、その点はね、おすすめではないかなと。で、実際ですね、庭でちょっと張ってみようと思ってまして、このように上から撮影をしながらね、やってるんですが、いかんせんこの日はですね、ものすごく風が強くってですね、苦戦をしております。キャンプね、初心者の方なんかは、もしかしたら参考になるかもしれないので申し上げますが、雨のキャンプってさほど難しくないんですね。まあ設営や撤収の時に少し濡れる程度なんですが、これがですね、風が強いとですね、本当に苦労します。だから強風の時にはあえてキャンプはね、ちょっとこう中止したりとか、場所を変えたりとかいうぐらいの方がね、私は安全ではないかなと思いますね。はい、一応知っておいてください。雨よりも風の方が大変。今日はね、ちょうどそのすごい強風なので、検証としてはね、ある意味ちょうどいいかなというつもりでやってます。で、四隅のうち2つについては、これ自宅なので、もう簡単に済ませたくてですね、物干し竿にかけております。一方は結び、一方はかけております。
で他の2つは、2箇所はですね、ポール、あの鉄の、スムルームのポールですね。それでですね、ちょっといつものようにやろうとしたんですが、仮設置しただけではですね、風に煽られてですね、倒れてしまうので、先にペグを打っております。で、付属のロープ、195センチしかないものでは、今結んでいるような形で、二股っていうんですかね、あの、アルファベットの A のような形、三角形のような形でロープを2箇所で留めることはできませんので、これはですねダイソーかセリア忘れましたけど、あの6メーターほどで100円で売ってるロープがありますので、綿のロープですね、これを使ってやってます。まあ、これは絶対こういう風にされた方がですねいいんではないかなと思います。風が弱ければこのような形で2本のロープで固定するってしなくてもいいかもしれませんけど、まあ、個人的にはですね、一度張ったタープが風で煽られたり、まあ、雨が降ったり何らかのですね影響でこうクシャッとなったりするのはあのとってもストレスですので、あの説明するときにはしっかりとした説明をする方がいいと思います。で今度はですね、水、この撥水防水性確認したくって、ちょっとね、無謀なんですが、上からですねケトルを使って水を入れました。でですね、思った以上に撥水してます。まあ新品ということもあるとは思うんですが、水をですねどうでしょうね、 200cc ぐらい入れてみて、このような形で全く、染み出すことはありません。あのじわーっとね、あのにじんできたり、手がね、触るとちょっとこう湿った感じになったりすることがあってもいいと思ったんですけど、それは全くなかったので、まあまあですね、しっかりとした撥水性、はい、があるように思います。あの風が強くてですね、途中であんな風に煽られて水が落ちてしまったので、あの30分ぐらいしかですね水を溜めておくことができなかったんですけど、その時間ではですね全く水が染み出てくるようなことはなかったです。あと影ですね、これ結構ですねやっぱり指が透けて見えるような感じだったので、日陰は薄いんではないかなと思ったんですが、この通り予想以上に比較的しっかりとした日陰ができました。この設営は、タープの長辺の2角を地面に直接ペグで固定して、他の2角は、ポールとペグで固定しただけです。で太陽の方を直接見るとこんな風な感じで、やっぱりこうかなりね日が見えますので、完全に、ね、紫外線シャットしてるってことはないと思うんですが、ただですね家の影とタープだけの部分とがあるんですけど、どちらも影の傘は同じですから、まあそう考えるとですねしっかりとした木陰が作れてる感じですので、まあこれで十分ではないかなと。はい、あの直接太陽がね当たってるんですけど、で四隅の部分ですね、ここがですね、風が強いと少しこう弱くなりそうかなということで、まあ30分程度のね間でのことなんですけど、まあこれだけ強風に煽られてますのでかなり引っ張ってるんですけど、まあ一切ですね端が伸びてくるとか、そのハトメの金属の部分がちょっと周辺がね広がってるとかいうことはなさそうでした。はい、影このような感じですね。右上がお家の影です。建物の影、完全な影ですね。で左下はタープの影、見ていただいて分かる通り影の濃さに差はありませんので、そう考えるとですね結構優秀ではないかなと。実際に貼ってみる前は少し不安だったんですけど、まあ、優秀な遮光性があるんじゃないかなというふうに思いました。はい、なかなか使えそうです。このタープで別の貼り方をしたい場合にハトメが四隅にしかありませんので難しいのですが、今映ってるセリアのテントシートクリップを使えば簡単にロープをどこにでも固定できますので、こちらがおすすめです。初日の撮影後に私の中で遮光性と耐久性に少し不安が残ったので、念のため強風の日にそのまま24時間放置してみて翌日も確認してみました。耐久性は問題なかったのですが、お昼過ぎでタープ全面に強い日差しが当たる時間帯を選んで撮影してみたところ、やはり前日に比べるとタープでできている影が少し薄いような気がしました。感覚的な判断でしかありませんが、そもそもタープ自体の面積が狭いので周囲からの照り返しがあると思いますし、これが真夏の一層強い日差しになりますと、高価な TC 素材の広いタープのような濃い影は期待できないと思いますから、その点は頭に入れた上でご検討いただければと思います。
強い日差しを和らげてくれるので屋外で快適に過ごすことができましたし、この点は550円という価格であってもタープ本来の大きなメリットを実感していただけると思いました。今回の動画のように太陽を背に地べたに座るスタイルだったらかなりの日差しを和らげてくれますし、人の多いキャンプ場でも目線を避けるスクリーン代わりに使えそうです。また車の屋根に100均の吸盤をつければカーサイドタープにもなりますし、ブルーシートと比べるとたなびく音も静かで何より見た目が良いです。今回はやってませんが、もう1枚同じタープを買って手前側に垂らしてペグで固定すれば三角形の A フレームのような形に貼ることも可能かもしれません。まあ、そう考えるとこのミンタープは550円とはいえつくづく可能性が広いアイテムだと思いました。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。